余興は楽しんでいただけたかな。君たちをここへ呼んだのは他でもない。我々に逆らった愚かさを思い知ってもらうためだ。ただ、チャンスをやろう。あさっての朝まで生き残った者は、すべての罪を許そう。そこにいるクロスケン君に、君たちの手助けをしてもらうと。もちろん、あさっての朝までに、彼がこの屋敷で起こる一連の謎を解き明かし、屋敷の外に出ることができれば君たちの勝ちだ。今後君たちには一切手出しをしないし、今までのことは全て忘れよう。ここでの事件をスクープにして報道するのも君たちの自由だ。それからもう一つ。メイドの沢田かすみを君たちに預けよう。彼女は何も知らないただのメイドだ。我々の仲間だと思うなら監禁してもいいし、命令して何かをやらせてもいい。沢田には君たちの言うことなら、どんなことでも聞くように言ってある。ただし、君たちの中で意見が分かれた時には、クロスケン君に優先権がある。さあ、ゲームの始まりだ。あらかじめ言っておくが、逃げようなんて思わないことだ。勇敢な君たちのこと、そんな心配は無用と思うが、この鹿鳴館には爆薬が仕掛けてある。爆発すれば、半径200メートルは焼け野原になるほどの強力なものだ。誰か一人でも逃げ出したことが分かれば、容赦なく爆発させる。私が鹿鳴館の中にいないのもそのためだ。それでは諸君、死の恐怖に怯えながら、我々に逆らったことを後悔したまえ。